はい、どうも、シャーロックです。えー、本日は、こちら。ブリンの X2A ってやつだね。えー、見ていこうかと思います。それでは、行、えー、ってみましょう。さて、それで、外はこう見ていきましょう。こんな感じだね。まあ、どこにも日本語は書いてないけどね。こんな感じであります。えー、一応、ここになんか書いてあるかな。えっ、ー、とね、まあ、295g っていう感じかな。 で、あとは、なんか寸法がここに書いてあるね。90×90×95mm っていう感じかな。はい。まあ、そんなようなことが書いてあります。じゃあね、早速中を出していきましょう。さて、じゃあね、中身を出していきましょう。開けてみると、まずこれが本体だね。そしてあとは、えっ、ー、と、説明書と、まあ、タグかなが入ってるぐらいかな。 一応説明書を見ると、ここにもうちょっと詳しいことが書いてあるかな。えっ、ー、と、ま、あさっきも書いてあったけど、えー、箱にも書いてあったけど、295g だったりとか、あとは、発熱量の方が3500ワットって書いてあるね。はい、ま、あそんな感じだろうか。ま、ああとは特に何もないからだね。さあ、それでは本体を出していきましょう。 はい。じゃじゃーん。こんな感じでございます。あとは特に、えー、ソフトケースは何にもないね。ただの袋だね。そんだけだね。さて、それではガス管接続アダプターの方から見ていきましょう。こんな感じでございます。まあ他のブリンと共通かなまあみんなこういうデザインだよね。まあお約束っていうかゴムパッキンがあるし、内側の方を見てもゴムパッキンがあるね。そういうデザインだね。 そして、これも根元で自在にくるくる回ってくれるね。で、調整つぼみの方を見ると、まあ、開ける閉めるの表示がここに書いてあるかな。で、まあ、こうやって回して開けたり、閉めたりする感じだね。はい、こういうデザインでございます。ホースはね、ちょっとアップすぎるかな。はい、えー、ホースはね、非常に柔らかいです。こんな感じで、ここまでいっちゃいます。柔らかいね。 はい。まあ、それぐらいかな。あと、長さ的には、どんなもんかな。ホースの長さを測ってみると、30センチ。そう、まあ、ちょっと <laughs>、映せなかったけど、まあ、30センチってとこだね。そのぐらいの長さがあります。さあ、それでは本体でございます。こちら見ていきましょう。まず、足の展開の仕方は、えー、BL100T4A とかと同じだね。こういう風に、えー、横に開くタイプだね。 こんな感じで開いていきます。で、まあ3本ごとくって感じかな。裏を見ると、まあうまく映るかな。ゴムがついてて滑り止めの効果もあるね。はい、滑り止め用のゴムもついています。そんな感じかな。全体的なシルエットとしてはこんな感じになるかな。さて、裏の方、中の方を見てみると、ここにジェネレーターが 通ってるね。こんな感じで通ってるね。そして、プライミングカップがあるから、えー、冬の厳しい寒さの時なんかに点火したい時は、ここにあらかじめジップオイルとかなんでもいいからね、垂らして、えー、プレヒートしてやると、まあガス専用なんだけど、まあ、点火もスムーズにいくかな。そんな感じでございます。で、あとはバーナーヘッドの方を見てみると、ウェーハウス形状の、えー、噴出口になってるみたいね。はい、えー、こんな感じでございます。 直径はね、75mm かな測ってみると、だいたいそうだね。まあちょっと、ちょっとまあ映しにくいけど、7 5ミリっていうところかな。はい、そんな感じでございます。まあそれぐらいで喋ることはないかな以上でよろしいでしょうかはい、こんな感じねはい、えー、ちょっとガス管に接続してみました。使用イメージとしては、こんな感じになるでしょうか なかなか、かっこいいんじゃないはい。まあ、そういうイメージだね。まあ、これは、こういうのはこれぐらいでよろしいかな。はい。以上でございます。はい。えー、メーカーは、ブリン X2A。こちら、ご覧いただけましたけど、いかがでしたでしょうかえー、そうだね。あとは特に喋ることはないかな。ガス専用ってこともあるし、まあ、 バーナーヘッドの形、こういうウェハース形状だからね、音も静かだろうし、ホースもこんだけ柔らかいし、使いやすいんじゃないでしょうかえそんな気がいたします。以上からそれぐらいでよろしいかなま、多分それぐらいで喋ることは大丈夫かなそれではまた別の動画でお会いしましょうチャンネル登録もよろしくお願いしますバイバイ